久保さん。まあ13時までなんでね。ちょっと時間ありますからね。午 <laughs> 後からですから。まだあの30分まだ時間ある。12時まで30分まだあるし。ね。まあ、あの、今日、今回のテーマは、もう一歩ですね。<laughs> もう一歩 <laughs>。結構僕のマインドセットで、もう一歩っていうところがあって、もう、もうちょっとできるんじゃないかっていう、その付け足しですよね。付け足し、付け足し。もうちょっとできるんじゃないか。 っていうところをやるっていうとことですね。なその、限界はあるんだけど、例えば、100が限界だとするじゃないですか。自分のね。だけど、100が限界。確かにそれは限界なんだけど、100、0.1はできないかと。で、この0.1ができるかできないか。じゃあ、0.01はどうなんだと。ねわかりますいや、吉田さん、100は限界です。いや、でも、0.0001はどうなんだと。 っていうところを一歩踏むっていうことがすげえ大事だと思います。みんな、まあ、100までやんないんですけど、でも自分を成長させる上で大事なことっていうのは、その0.00001 00でもちょっとでも進化させるっていう積み上げでしかないので、それを怠ってたらいつまでたっても成長はないです。だから、まあ、僕はいつも筋肉のトレーニングに、あの、 例え話でお話してるんですけど、筋肉を成長させる上で、破壊するまでやらないといけないですよね。破壊せずに、あのー、マッチョにはなれないですよ。腕立て伏せ1回で、どうやってボディービルダーで優勝するんですか。でボディービルダーで優勝するっていうのは、月収100万稼ぐみたいな、多分、雲の上のなんか話だと思うんですね。月収100万稼いだことがない人にとっては。 じゃあ、ボディービルダーと月収100万稼ぐっていうのは、やり方は違うけど、本質的なところは一緒だと。ね。その自分の常識を破壊する、今までの考え方を破壊していく、捨てる、筋肉を破壊するとか、まあ、本質的には僕は変わらないんじゃないかなと思うんですよね。だから自分の脳の筋肉繊維を広めるために、うわもう限界だ、もうちょっとできないかとかね。あの、すべてそこの0.001でも一歩踏み、 出せるかっていうね。うん。タイトル0.001にしよ0.1ミリとかにしましょうか。コンドームみたいな。<laughs> 岡本だったかな。0.01ミリですか。これにしようかな。<laughs> だか大事ですよで。そこだったら僕はいけると思うんですよね。じゃ100やって、もう100やれば難しいですよ、多分。100限界やってね。 もう100やれっていうのはさすがに難しいかもしれないけど0.01ミリだったら多分できないことはないと思うんですよもうほんとそれ気持ちの次第かなと思うんですよね僕はね例えば動画1本アップロードしていやもう1本はきつかったとしてもじゃあ明日のために原稿を作っておこうとかねもしくは明日のネタ探しとこうとかねそれぐらいはなんかできる範囲ってあると思うんですよまあできる人はもう1本作ればいいだろうしまあ僕はいくらでもできるので ねまあ、時間あるしできるから明日に回さず久保さんから来たから取ってますけど <laughs> だ人それぞれそれが0.01なのか0.1なのか1なのか,1なのか2なのか3なのか分かんないですけどそれを日々邁進して積み上げていくしかないかなと思いますじゃないとあの駅には到達しないよと 走らない列車をどうやって、走らない列車に乗ってね、どうやって駅に到達するんですか、走らない新幹線に乗ってね、どうやって名古屋に行くんですか、どうやって大阪まで行くんですか、無理ですよ。ずっと新幹線に乗って待ってるだけでどうやって行くんですか、走,走らせないだめなんで。で、その走らせる距離が別に0.1でも前に進んでれば前に行くわけですよ。時間はかかるけどね。僕は15年かかりましたけど。 久保さんは3年ぐらいですか <laughs> 僕は15年かかりましたよ。だけど久保さんは3年ですよ。人それぞれ開きはあるけれども、確実にそれをやっとけば前に進みます。で、今僕はかなり、あのー、今までは時間かかりましたけど、これからは倍速の、倍速で伸びていくと思います。うん。それは、うん、なんだろうな。組織から離れて自分の、やりたいようにできるから。自分の列車をもう倍速で走らせることができるから。 うん、なんかその列車今ダメだよとか言われないので <laughs> 自分の列車もうガンガンもうフルベッドで走らせられるんでだ組織に入ってると経営会議とかなんとか会議でね意見言ってもね通らないじゃないですか全部が通るわけじゃないですよねだそれが組織なのででも自分の列車は自分の意思次第でいくらでもフルマックスで走らせられるんで強いですね今僕は、うん、はいということで